はいよ。3.25。ダメだな。はい、ごめんね。ちょっとね、ちょっとね。ちょっとティッシュ、あのティッシュでいいの。左目がね、やっぱりちょっとね、中のところに少し、もうずっと多分慢性的なね、結膜炎のその傷みたいな感じのやつがあって、うん、まあ、拭いたりしてるとね、まあなんとかあれなんだけど、やっぱり目やにが出てきたりとか、うん、目もね、ちょっと塞がっちゃったりね、うん、するで、目薬はね、この子ね、すごい嫌がる。はいはい、OK、OK。これでも多少でもね、周りに入るだけでね、だいぶ違う。あ、やだね。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。おめめ嫌いだったね。うん。はいよ。よく泣くようになったよね。来た時は泣いたりしなかったの。うん、そうですね。だからまあ、泣くだけ、余裕が出てきたというか。うん、よくなってきたのかなっていう気がするよね。うんうん、そうですね。うん、買ってもらう。食べてくれればいいんだけどね。もちろん、食べてくれることが、もう一番、ベター、ベストなんですけどね。うん、そこはもう間違いなくそうなんだけど、うん、ただ、そこができるかどうか、まあそれはもう本当に猫ちゃんの、まあ、体調次第っていうところで、まあどちらにしても結局は食べてくれるってことが最優先、まあその次の優先度としてはもちろんできるだけ、まあね、その腎臓に優しいものを食べてほしいよっていうことになるんで、まあ今の現状としては、まあ本当に、まあ食べてくれるってこと、体力をつけるってことが、まあ一番最優先でね、考えていいかなと思います。ゆいちゃんどうした？ね、そろそろ飽きてきたかな、うん、もうおしまいだからね。もうそれだ、うん、もうほとんどないからね。ちょっともう少しだけ我慢しようね。ちょっと頑張って。いくだ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 。はい、お利口さん、はい、おしまい。はい、はい、終わった終わった。はい、お疲れさん。ゆいちゃんお疲れさん。はい。